岐阜県道352号大西水波線とは、岐阜県鴨郡八尾津町と同県水波市を結ぶ一般県道である。岐阜県道352号大西水波線、水波市時町にて、起点は国道を趣味対象とする人にとっては有名な国道418号の通行不能区間上にある。起点から、 基礎川に架か,かる五月橋や霧が滝と呼ばれる、継承地を経由する、約 1km の区間は長年にわたって、通行止めとなっており、事実上の車両通行不能区間であった。なお、この区間は、徒歩での通行は可能であったが、ハイキングコースのように整備されているとは言えず、落石注意を喚起する看板が立っている、他有害鳥獣や、 スズメバチヒルなども確認されており、2011年7月23日までに5月京南端と、水波市衛生センターにそれぞれチェーンが貼られ、通行禁止の標識が立てられた。1970年代までは、起点付近の5月橋から、丸山ダムまで遊覧船が運航されており、近年においても、茶店などの跡が残っている。道路線の支店付近にて、新丸山ダムが建設されている。 鳩山政権交代後、事業仕分けに伴いダム事業は一旦凍結となったが、2013年7月31日、国土交通省は、当事業を継続とした。ダム建設に伴い、東県道の付け替え工事が予定されており、完成すると道路線の支店付近の事情が一変すると思われる。国道19号への接続部の終点、新丸山ダム、川内沢ダム、 波石ダム、矢原川ダム、有田川総合開発事業に関する国土交通省の対応方針についてありがとうございます。